し、今日はですね、ブイストネタですね。これ、失敗しました。これは SW モーテックの、インナーバッグ、防水のインナーバッグなんですけど、サイズ M で、どうやるかな、サイドのパニアに、ちょうどいいサイズの防水バッグなんだろうと思って買ったわけですよ。でもね、届いてみたらなんかちっちゃいような気がして、でこれ今1個しか届かんかったんですけど、あともう1個来ちゃうんですよね。2つ頼んでて1個しか届かなくて、で、これ僕のやつはスズキの純正なんですけど、基本あの SW モーテックと一緒なので、まあ、ぴったり合うんだろうと思ったらどうも違うね、これね、商品名はトラックス M ドライバッグっていうやつなんですけど、もしかしたら M じゃなくて L を買わないといけなかったのかもしれないですね。でもこれサイズから言ったらパニアは M なはずなんですよ。でもうワンサイズでかいパニアがおるはずなんで、ちょっと失敗したなと思ったんですよね。ちょっとこうどんな風になってるか見てみましょう。パニアがこうなってますね。で上についてるのが、同じく SW モーテックの、オプションのバッグをつけてますね。で、スズキっていうロゴがついてるんですけど、これは SW モーテックの OEM だと僕は思ってます。でこんな感じでね、でこのパニア防水じゃないので、このリベットとかここの継ぎ目から水が入っちゃうんですね、このネジのところとか。なんでまだ雨で使ってないんでわかんないんですけど、まあ浸水しちゃうんで防水バッグっていうのが別途にオプションで売られてるわけですよ。でもこれがね、スズキの純正ではネット上にも載ってないんですね。なんで SW モーテックのを取り寄せてみました。じゃあですね、そうかな、これ、これですね、入れてみましょう。よいしょ、よいしょ、閉めて、でこれを折り込んでこうでやると、まあ、空なんでうまくいかない。感じですね。ちょっとなんか入れてみるか。もうだいぶね、こちらにすらした方がいいかな。だいぶこれ5センチぐらい隙間があるのかな。ちょっと中身を詰めてみましょう。よし、これね、今ね寝袋を3つぐらい商品の在庫を突っ込んでみました。こんな感じですね。やっぱりちょっとまあ隙間ができてるね。こんぐらい動いちゃうかな。映ってる？結構動きますね。高さに関してはまああれなんだろうけどね、ここの巻き巣具合で高さは調整できる感じですね。よし、はい、こんな感じです。まあでも出し入れするのにはこれぐらい余裕があった方がしやすいだろうし、まあ濡れてもいいものがプラスアルファここに結構なスペースが残ってます。こんな感じで結構スペースは残ってますね。まあ、パカッと蓋も閉まります。あとね、ここにつけるカバンとかもオプションであるみたいなんで、このネジ使っ
てね。なんでそういうのと合わせれば結構また収納は増やせれると思います。でもホテル泊のツーリングとかだったらもう着替えた基本だけ突っ込んでこうやってホテルに行けば楽かもしれないですね。ちょっとまあ使い方は考えましょう。でも防水バッグは必要だと思ったんで買ってみました。ということで防水バッグを買ったよという記録でした。さようなら。